航空工学における運動能力向上機は操縦装置の機能、性能をはじめから考慮して設計された航空機。従来の航空機の設計作業では、空力、エンジン、構造の3分野において機体形状を決定し、飛行制御についてはその後から考慮されるという流れになっていたのに対し、CCV の場合は、 アクティブ制御技術に基づく設計作業が行われ、従来の3分野に並んで、飛行制御も機体形状を決定する重要な分野となる。従来型の設計に限界が生じたため、21世紀以降では CCV 設計の採用が当たり前になった。1903年のライト兄弟による最初の動力飛行以来、航空機は制御と深い関わりを持ってきた。実際、 ライトフライヤー号自体が固有安定性を持たず人間の操縦によるフィードバック制御によって飛行を成功させたものであった。そしてその後航空機が発展するにつれて飛行制御の重要性はますます高まっていった。しかし従来航空機の安定性は機体の形状で確保されまた翼の振動や運動荷重の限界は翼の材質や形状。 構造などで決定されていた。このため、設計の際にはまず空力、エンジン、構造の3分野において、機体形状が決定され、飛行制御についてはその後から考慮されるという程度のものであった。このため、出来上がった航空機をパイロットが操縦する際に、操縦性の立場からは、必ずしも最適なものになってはいなかった。その後、飛行制御技術が発展して、 存在感を増すにつれて、航空工学分野でもアクティブ制御技術の手法が注目されるようになった。この概念は、蒸気機関のガバナーに使用されて以降、多くの工学分野に導入されているものであったが、航空工学の場合は、トータルシステムとして、効率の高い機体特性が得られるような制御手法で、あると解釈された。すなわち、 古典的な設計の3分野であった、空力、エンジン、構造といった要素技術を飛行制御システムによって統合し、その機体の運用目的を効率よく達成する制御技術として定義された。アメリカ合衆国では、1950年代、1960年代のマーキュリー計画及びジェミニ計画を通じて、フライバイワイヤ技術が実用化されるとともに、 飛行特性上、人が操縦する乗り物というのは、本来いかにあるべきかという課題が提起された。その後、1970年代にかけて、各国で航空機に FBW 技術を導入するとともに、ACT を適用した CCV 研究機、実験機が相次いで製作され、技術開発が進められていった。なお、このような経緯から ACTCCV と FBW は、 しばしば同一視されるが、実際には全てのアクトが FBW ではない。例えば、機械的なフィードバック装置から構成される手動の直接揚力制御方式はアクト機能を持ってはいるが FBW ではない。CCV の6自由度制御従来の航空機の操縦は3打による X 軸、Y 軸、Z 軸周りの回転運動を主コントロールとして、 これに、基軸方向の下、原則を合わせた4自由度によって必要な運動を行っており、上下及び左右方向の繊維運動は、回転によって間接的にコントロールされていた。これに対し、アクトに基づいて設計された CCV では、新たに Y 軸及び Z 軸方向の運動が追加されて、6自由度の運動が独立にコントロール可能となり、 従来の航空機の基本的な動きとは異なった新しい運動が実現できる。アクトの適用例としては下記のようなものがある。従来の航空機は全飛行領域にわたって静安定がプラスになるよう、重心は空力中心より前方に位置するように設計されている。しかしこのためには、釣り合い飛行状態では水平尾翼が負の揚力を発生せねばならず無駄になるほか、 十分な安定性を確保しようとすると、微翼面積が大きくなり、構造重量や抵抗が大きくなる。これに対し、正安定感は、RSS 特性を備えた、航空機では、重心位置を交代させて、正安定を小さくしたり、あるいは、負の正安定を取るイコール不安定として、不足する安定性は、制御によって保障する。このようにすることで水平微翼を小さくでき、 構造重量や抵抗を燃焼できる。また軍用機であれば運動性の向上も期待できる。上記の通り、従来の航空機は3段を用いて、機体姿勢を変えることで、飛行経路を変えるため、機体姿勢の制御と飛行経路の制御は分離できなかった。これに対し CCEV では、新しいカジメを備えたり、フラップと併用したりすることで、機体姿勢と飛行経路を分離した。 飛行方式が可能となるただし、CCV の溶濫機には、新しいカジメンによる多彩な DFC 手法が試みられたものの、実際には全てをパイロットが使いこなすことは、難しいなど実用性が乏しい部分があり、実用機では可能な範囲で全身的に取り入れる方向となっている。起動時に主翼に一様な大きな荷重がかかると、翼つけ根には、 課題な曲げモーメントが生じる。MLC は、これを防ぐために、補助翼を用いて、翼端付近で発生する揚力を減らし、胴体付近での揚力を増加させるものである。これにより、例えば戦闘機であれば起動時の抵抗を減少させて、操縦性を向上させることができ、旅客機であれば、構造疲労を減少させて、機体寿命を延長させることができる。 B-52ccv の飛行試験では、一時起動時に主翼付け根の曲げモーメントを40%軽減できたと報告されている。高速飛行時に生じるフラッター現象は、機体構造に重大な影響を与えるため、飛行速度は、これが生じる速度以下に制限される。これに対し、主翼に加速度計をつけて、翼のねじれ振動を検出し、補助翼を適宜に駆動して、 フラッター現象のダンピングを強くするものが FMC である。これによりフラッターの発生を遅らせて最大飛行速度を大きくできる。例えば UF-16 では FMC によりフラッターの限界速度が20%増大した。ありがとうございます。